言葉をずつ頂戴したいなと思います。それでは山崎選手からお願いします。はい、昨年は29日で、ね、今年こそはというすごい期待を持ってファンの方も望んでもらったと思うんですけれども、本当に申し訳ありませんでした。来シーズンは必ず、優勝して、皆さんの笑顔を見たいと思います。また、応援よろしくお願いします。はい、いつも温かい声をかけていただいて本当に励みになります。そんな中で、今シーズンは本当に悔しいシーズンだったと思います。皆さんがオリックスのファンで良かった、ファンになってて良かったなって思えるような結果を残せるようにシーズン一丸となって頑張りたいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。近藤投手と山崎選手は退出していただけます。本日はありがとうございました。